ダマガゼルは、ウシカガゼル属に分類される、グーテールイ。セネガル、チャド、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、マリキョウ国モロッコ南部スーダン南部モーリタニア。体長140から165センチメートル。おなが25から35センチメートル。肩高90から120センチメートル。体重40から75キログラムと、ガゼル属最大種。頸部は長い。 頭部の毛衣は白い。顔に明瞭な暗色斑が入らない。背面の毛衣は赤褐色だが、地域や季節、個体によって変異がある。尾の毛衣は白いが、先端が褐色の個体もいる。雌雄ともに頭部には一度後方に湾曲し、先端が内側に湾曲する、やや短い角がある。拡張オス16から43センチメートル。 角基部の断面は楕円形。角の表面には12から14個の節がある。四肢は長い。背面の褐色部と覆面の白色部の境目が明瞭。大腿部に褐色部があるが、背面の褐色部とつながらない。眼前部に黒い顔側線が入る。大腿部に褐色部があり、背面の褐色部とつながる。背面の褐色部と覆面の白色部の境目が不明瞭。 大体部に褐色部がない。草原や矢淵、砂漠、半砂漠地帯などに生息する。一頭のオスと複数のメス、その幼稚からなる6から25頭の群れを形成し、生活するが、かつては季節的な移動の際に数百頭単位の群れを形成することもあった。またオスだけでも群れを形成する。昼間は木陰などで休み、白明白墓時に採食を行う。 食生は植物食で、木の葉や草などを食べる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は約200日。1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は約6ヶ月。寿命は約10年。開発による生息地の破壊、干ばつ、軍事紛争の際の食用もしくは娯楽としての狩猟、家畜との競合などにより、生息数は激減している。 セネガルの個体群は1970年代に絶滅したが再導入された。ありがとうございます。